はい、皆さんこんばんは。 Good evening everyone. Buenas noches todos. 今回は、ページ109ページの後半の文ですね、ロンドですね。ロンド胃腸腸4分の2拍子アフタクトで始まりますね。これも非常にまあ、カルカシらしい、少しまあおどけた感じというんですかね、少しはしゃいだ感じもありますね。解説してみましょうか。一番最初のところはっきり出ましょう。ここまでですね。でここまでがワンフレーズ。ここまでですね。で、これに受けて、でここは面白いカンパネラ奏法ですねの効果を、使ってますね。でここのシのシャープは少し長めに、でここでフレーズ切れます。でテンポルバートをですね、少し、まあ、アチェランドかけたりリタルダンドしたりですね、すると面白いと思います。やや手の音に伸ばしておいてここで受けますね。で、ここはですね少し駆け込み気味にと入ったりですね。でここで手の音で伸ばします。でまた次のフレーズで、ここのあのところは2セーブ途中からですね、2セーブが入ってくるのも少し気をつけましょう。ティタティタタタドーラというのがここに裏側に隠れてるということですね。ドンシーソーソーラというのがここに隠れてます。次の部分ですね。ここもやや駆け込みながらアチェルナかけて、で、ここで、開放弦を利用して、次の Q ポジションに移ります。でこれは音形通りクレッシェンド。でここのところは、開放弦を使わないで、3弦の Mi ですね。ここまでワンフレーズで次の開放弦を使って戻りましょう。そうですね。でまた、開放弦を使って上に上がります。で次の部分ですけれど、ここはちょっとまあおどけた感じですね。ちょっとひょうきんなあのカルカシさんの非常にひょうきんな部分ですね。ここでまあちょっと乗り物のガタンゴトンというような感じですね。2回同じことをきますので、余裕のある方は音色を変えるなり、あるいは音量を変えるなり、いろいろちょっと工夫してみてください。ですね。ここはちょっと面白いです。ここは少し長めに駆け込んでいっておいて、この C の音で、かなり長く伸ばしますね。で次のアフタクトで音色を変えてという感じですね。で、次の部分ですけれど、次の部分はまた、滑らかになりますね。ずっと加工でメロディーがですね、レドシラソで、ここで2セーブになります。もちろんこれは、上の方がメロディー性なんですけれど、ラシドレレミというのがメロディーですけど、この下のメロディーも非常に綺麗です。レドミラシドラ両方合わせると非常に綺麗ですね。で、ここでフレーズ切れます。
とフレーズ切れます。でまたガタンゴトンというのを来ますね。でまた伸ばしますね。伸ばしておいてまたで最初に戻ってでちょっと駆け込み気味にこう入りますね。で長め手の音でここの部分ははっきりですね、ここのアフタクト次のフレーズの頭に入る前に低音を小音しましょう。ここも小音ですね。ここも小音、アポエンドで小音します。で次のアフタクト、アポエンドで消しておいて、最後はゆっくり、こういう感じでしょうかね。はい、今回は109ページ第29番かな、はい、29番の胃腸腸、ロンド胃腸腸でした。はい、終了します。